アマル装甲車は、フランスのパナール社で設計された4輪の双輪装甲車、偵察戦闘車である。機動性が高いために、アマル60、90ともに迅速な偵察行動と火力支援が可能であり、高性能な無線機を装備し、夜間作戦時には暗視装置の装備も可能であった。1950年代、フランス軍は偵察任務にイギリス製のフェレット装甲車を装備していたが、機関銃1丁のみという貧弱な武装ゆえに、威力偵察を行うのに難点が多かったため、独自に偵察用装甲車の開発を行うことを決定し、パナール社は1960年にアマル装甲車の開発を開始した。アマル装甲車はフランス軍に正式採用された上に、輸出においても30カ国以上で4000両以上が導入されるという大成功を収めた。さらに、南アフリカでエランド60、90として1300両がライセンス生産された。フランス軍では EBR 装甲車よりも小型軽量である点を買われて空挺部隊や山岳部隊、海外駐屯部隊などに配備されていたが、1970年代末から新型のERC 90 Sagaieに更新されて退役した。アマル装甲車の派生型は基本的に武装の違いだけであり、車体の構成は共通である。アマル60機動憲兵隊が用いたアマル -60/60mm 迫撃砲と2丁の 7.62mm 機関銃を装備。アマル 60HE60 から 760mm 迫撃砲と2丁の 12.7mm 重機関銃を装備。アマル 60HE60 から 12.60mm 迫撃砲と1丁の 12.7mm 重機関銃を装備。アマル 60HE60 から 20.60mm 迫撃砲と1門の 20mm 機関砲を装備。アマル 60S532 門の 20mm 機関砲を装備した自走式対空砲。ベネズエラで運用されたアマル90主武装に 90mm カノン砲を装備。アマル90リンクスジョット F190mm カノン砲を搭載したイスパノスイザ社製の砲塔を装備した派生型で暗視装置とレーザー測距儀を装備している。アマル20比較的最近開発された派生型。アマル60の砲塔を搭載しており、60mm 迫撃砲を 20mm 機関砲に換装している。アイルランド国防軍のみで運用されている。エランド60アマル 60HE60 から7相当の南アフリカ製派生型、エランド90アマル90リンクス相当の南アフリカ製派生型、エランド20アマル20相当の南アフリカ製派生型、パナール M3 装甲兵員輸送車ブルームフォンテーンの南アフリカ機構博物館に展示される、パナール M3 アマル装甲車の車体を流用した装甲兵員輸送車。部品の 95% が共通であるため、調達維持費用の削減と共通の予備部品による整備性と稼働率の向上のためにアマル装甲車とセットで購入する国が多かった。資料によっては英語式でパナールがパンハードと訳されている場合もある。ヨーロッパ中央、南アメリカアジア地域アフリカアマル60、90は以下の戦争や地域紛争で実戦投入された。さらに、フランス軍もレバノン内戦やチャド内戦への介入などで使用した。キラーエープ主人公の坂本鉄平の敵のWSECとアルゼンチン軍の装備として登場。ありがとうございます。